はい、本日はですね、船の係留策について話したいと思います。まずですね、この四角は岸壁だとしましょう。いわゆる、港にあるですね、陸ですよね。で、この大きいのが、船だとしましょう。結構大きいですね。わかりやすく大きくしてあるんですが、ここからですね、湾内から桟橋につけて、入港してきたと。で、その時にですね、このままだと船は、ずっとエンジンをかけっぱなしじゃないと とどまることはできません。エンジンがストップした状態だと、もう風や、波に流されて、岸壁を壊してしまったり、あるいは向こうの方に行ってどっかに衝突して しまいますよね。ですからですね、その岸壁にですね、ロープ、太いロープでですね、繋いで、船を固めるわけですね。駐車する、車でいう駐車ですよね。で、具体的にはですね、どことどこをロープで結んでいるのか、あるいはそのロープの名前だったりだとか、そういったことについて、お話ししたいと思います。まずですね、大きく3つに分けられます。はい、まず1つ目、こちらが、ちょっと、とんがっているところが前ですね、前方です。船首と言われています。船首です。船の首ですね。で、次、ケツの方ですね。こちら船尾と言われています。はい、船首、船尾、前と後ろなんですけど、まず前からいきましょうか。前はですね、大体ですね、この、大きい船だと、大体一般的には2つぐらい取ります。はい、これちょっと絵が分かりづらいかもしれませんが、ここからですね、ここら辺に、機械が、ロープの、ウィンドラスといった機械が、機械というか、こうぐるぐると巻いてある、太いロープをですね、巻いてある機械があるんですけど、それをどんどん回転していくことによって、どんどん、ロープが繰り出してされていくんですよね。で、岸壁の人がロープを取ってもらって、で、ここにこうちょっと飛び出た、突出したものがあるので、それにこう引っ掛けると、ロープの輪っかを引っ掛けると。で、それで1本取れた。で、もう1つ取って、大体前方が、左右に向かないようにですね、大体2本を取ります。でですね、このロープの名前を、ヘッドラインと言いますね。このヘッドラインです。はい、では続いて、この船尾のどういうふうにロープを取るかということなんですけれども、同じようにですね、こういう、これは船首と船尾、大体同じなんですが、やはりこう前後、左右にですね、動かないように、こういうふうに、ウィンドラスといって、ロープを巻く機械があって、それをどんどん繰り出すことによって、またこう同じように引っ掛けて、2つ、2本取るということですね。本当はちっちゃな船だったら1本でもいいかもしれませんが、大体ですね、こう、1本だと、やはり波、風で動いてしまいますので、大体2本取っています。前後ろですね。でですね、次いきます。次はこう1本ずつ、前と後ろに1本ずつありますが、これをブレストラインと言います。横ですね、横しっかりと固定すると。これをここをですね、まずこちらの名前なんですけれども、これをスタンラインと言います。はい、スタンラインですね。はい、まず、前方ですね、これをフォワードブレストラインと言います。はい、次こちらがアフトブレストラインと言いますね。はい、フォワードブレスト、アフトブレストですね。で、今合計6つ船と陸をつなぎましたね。あと2つつなげるんですが、それはどこかというと、こんな感じですね。クロスさせるような感じで。これをですね、
で、まずこれをフォワードスプリングと言います。で、次、後ろをアフトスプリングと言います。まあ、これはですね、まあ、最後の前後だけじゃなくて、ちゃんとしっかりと、まあ、西洋、まあ、真横のことを西洋とも言うんですけれども、まあ、その横の方をですね、しっかりと完璧に苦労させて、よりがっちりと怖くすると。そういった、まあ、大きくですね、1、2、3、4、ですから8個ですね。8つの箇所をしっかりと骨と完璧、結ぶということですね。あ、一般的にはこんな感じです。あとはですね、例えばここからこの状態から、全部そのロープを取ってこういざ出航するってなった時に、まあ、専門用語でですね、シングルアップという用語があるんですけども、シングルアップというのはですね、まあ、出航するで、まあ、出航する前にですね、まあ、エンジンを起動させて、ぐるぐるぐる、あと、まあ、いつでもこう速度調整ができる状態にして、そうなった時にもういきなりですね、全部のロープを取ってしまわないですね。徐々に徐々に取っていくんですが、シングルアップっていうのは、出航直前にですね、こんな感じで、前方だとヘッドラインの、もう一つをもうモングラスで巻いて取ってしまうと。で、次、このフォワード、ブレストラインをもう取ってしまうと。ですから、前方はもうこの2つだけ、フォワードスプリング、ヘッドライン、だけになってますよね。で、後方も一緒で、ブレストラインとスタンラインのもう一つの方を全部巻き上げて、この2本の状態にする。ですから、合計4つの、状態で、もうそれらを取れば、もうすぐ、岸壁から離れてしまうよっていう状態を、このシングルアップなんですね。だからもう、まあ、エンジンの準備はできたと。もういろいろ降下の準備はできた。ですから、もう、まもなく出航しますよ。では、ロープをもう一本ずつにしてくださいっていうのがシングルアップですね。そういう号令が、まあ、船長からですね、シングルアップといったら、航海士、あるいは、部員さんがですね、まあ、シングルアップサーといって、この、それぞれをですね、一本ずつにしていくと、まあ、そういった専門用語というのも、まあ、補足としてですね、今回お話ししました。